誰に命令するな。魚人島の危機を救った麦わらの一味はジンベエらに見送られて出航し、ついに新世界へと突入した。灼熱と極寒の地に分かたれた謎の島パンクハザードを発見した一味は、島内を調べるために上陸を決断。それを追うように新世界 G5 支部に所属を移したスモーカーも島へ入った。やがてスモーカーは島内で謎の研究所を発見する。そこにいたのは、新たにオーカ七部会の座についていたトラファルガー・ローだった。対峙するスモーカーとロー、そこに麦わらの一味も現れて乱戦状態になるが、彼らの真の敵は別にいた。この島で兵器を開発していた科学者マスターシーザークラウンである。ローはルフィに海賊同盟を持ちかける。シーザーさえ誘拐できれば四皇の一人を引きずり下ろす策があるというのである。同盟を承諾したルフィはシーザーの勢力に戦いを挑んだ。しかしシーザーのガスガスの実の能力によってルフィ、さらにはスモーカーまでも敗退。ローもまた突如現れた G5 基地長ベルゴによって囚われの身となる。やがて事の全貌が明らかとなる。シーザーの後ろ盾となっていたのは七部会の一人ドン・キホーテ・ドフラミンゴ。シーザーを支援していたベルゴもまたドフラミンゴに従う海賊だったのである。ドフラミンゴはジョーカーと呼ばれ、兵器の調達を請け負う闇商人として暗躍。その庇護下にあるシーザーは今この時も新型の殺戮兵器死の国の実験をしようとしていた。ルフィとローはシーザーを捕らえるため、スモーカーは部下を裏切ったベルゴにけじめをつけるため再び戦いを挑む。待たせたなベルゴ。問題ない。実験はいつ始まるんだ。時期だ。モネ、映像を出せ。はい。うん？おお、自由だ。さあ、お前らをどうしようか。どうするかもう決めてやんだろう。さっさと。早く鎖を解いてください。何でも言う通りにしますから。ふざけんな。たち海賊に媚びてまで命が惜しいか。今は土下座してでも命を乞うべきです。ここで死んだら部下も全員見殺しに。女の方がいくらか利口だな。作戦は続行だ。今度こそシーザーを捕らえるぞ。よし、暴れるぞ。まずは麦わらへの仲間だ。 G5 の解放です。頭かけを引き出す。いい。囚われている奴らボンバーを落とすか解放できるはずだ。私は G5 の解放に向かいます。よし、仲間を助けるぞ。解放者と共闘することになる。仕方ない。ありがちゃー、まだ仲間が捕まってんだ。助けてやってくれ。ん、貴重な実験体を逃がすって。よかった、助かった。ちゃんと見てくれ、ベルゴ中将が助けに来てくれた。あんたの死眼なんか食らっちゃ命が。みんな離れて。そいつはもうあなたたちの知る男じゃない。ヤジオだ。ベルゴさんがこんなことするわけねえ。こいつ偽物だ。
マスター、まもなく作業完了します。ああ、その作業が済んだらそこを離れなければ危険だ。離れられればの話だな。え、ああ、トラブルです。なぜか扉が閉じてしまって部屋から出られません。なぜかじゃねえ、俺が閉じたんだ。シュロロロロロ、お前たちは実験台第一号だ。光栄に思え。そんな、マスター助けてください。さあ、生まれてこい、殺戮兵器死の国。島の景色を一変させちまえ。ああ、数がもう、なっ、シュロ、シュロロロロロロロ、やったぞ、成功だ。灰のようにまとわりつくガスは全身を一気に麻痺させる。もっと見せろ、地獄絵図を。この施設に侵入したのが運の尽きだな。貴様も死の国の実験体にしてやる。ようやく自由の身か。他の仲間も助け出してやってくれよ。助かったぜ。他の仲間も捕まってんな。頼む。まずいぞ。シーザーに狙われてる奴らを脱出させろ。この縄張りは取らせん。助かったぜ。誰だ。レディが俺を呼んでいる。お前、なぜ。女の涙の落ちる音がした。麦わらの一味の黒足、ニセベルゴと戦う気だ。助けてくれるのか。俺たちも援護。お前ら何してる。さっさと逃げろ、クロアシュ！クロアシュのワンちゃん、ありがとな、お前。黙れ貴様ら。いいか、声援なら俺は黄色いやつしか受け付けてねえんだ。ヘッ、歯車を壊したぞ。もう誰も引き返せねえ。邪魔をするな。身内の問題だ。うちの船長が一番嫌いなタイプだ。お前に関わっている暇はない。どうしよう。俺の自由だ。助かった。もうダメかと思った。
ったわ。なしゃしねえよ、誰一人な。もっと広範囲に火の国を流し込め、誰一人生きてここから出すんじゃねえぞ。いざまれたい。どうしよう、俺の自由。ここも危ねえ。仲間を死なせたくなければ、シャッターの奥まで逃がすんだ。シャッターが閉まった、先に進めねえ。海兵、お前ら管制室に行って開けてこい。シャッターを開けりゃいいんだな。ジファイブ、急げ。こっちは時間がねえ。ジファイブ、守ること困るよ。大切な実験体が逃げ出した。楽にしに協力を求めんのか。俺に構う気がしない。お前は逃げるべき。どこまで強くなっているの、この人たち。喜んで協力するよ。楽にしろ。見せてやるよ、三刀流の極意をな。魔球拳、
してやがる。ベルゴ中将はな、こんなはみ出し海兵の俺たちをいつもかばってくれる仁義の男だ、偽物。ベルゴ、あいつらお前をまるで親のように慕ってやがる。こんな裏切りはねえ。七長の私が何をしようと勝手だろう。ベルゴ、熱くなるじゃないか、スモーカー君。俺の正体を知った者たちはどのみち消えるしかない。お前がどれだけあいつらと長く付き合っていようと、百歩譲って基地長だろうと、俺の部下に手出してんじゃねえよ。この縄張りは取らせろ。これで終わりだ。一刀流大震撼ショック歯車を壊したぜ。もう誰も引き返せねえ。こ
これで終わりだ。ベルモさん、やっと思い出したか、あるべき上下関係を。クソガキ、そう思ってろってことだ。いつまでもその椅子に座ってられると思うな。お前ら聞こえてんだろ、ジョーカー。ベルゴはもう終わりだ。シーザーは麦わら屋が仕留める。つまり SAD も全て失う。いつものように高笑いしながら次の手でも考えてろ。だが俺たちはお前の笑みが長く続くほど予想通りには動かない。へへへへへへへ、意気がってくれるじゃねえか小僧。大丈夫か、ベルゴを切れさせてやしねえか。昔覚えてるか、どうなった。お前ベルゴをぶち切れさせて一体どうなった。お前のぶった切り能力でもこいつの覇気は全てを防ぐ。立場、実力ともにお前はベルゴにかなわねえ。頂上戦争から2年、誰が何を動かした。あの戦争は序章に過ぎない。お前がいつも言ってたな、手に負えねえうねりとともに豪傑どもの新時代がやってくる。歯車を壊したぞ。もう誰も引き返せねえ。